目指すは家康本陣。いざ！今日こそ家康め。その時、雪村の影武者数名が地方から出現した。彼らは多くの観光勢を引きつけ、家康本陣は手薄になった。軍は徐々に戦況を好転させ、今や大阪方を完膚なきまでに打ちのめしていた。勝負の決着はもはや時間の問題であった。関ヶ原の合戦以来15年にわたって続いた豊臣徳川の確執は、大阪城の炎上とともにその幕を下ろした。元和元年5月8日、それは同時に亡き太閤秀吉が一代で築いた豊臣家のまさに終焉でもあった。
年。私はこの人がわかりませんわ。だってプラモデルでしょ。ただでさえ争い事のなくならん世の中で、プラモデルくらい豊臣とか徳川とかこだわらずに作ったらどうどす。この人が真実に到達するのはかなり難しいよすな。なぜならこの人その絵のことほんまに好きでしゃろ。何かを客観的に見たり分析したりはそのことへの執着が強いほどかえってできにくいのと違いますか。